北西学園創立100周年記念館。北西学園創立100周年記念館は、北海道札幌市中央区南4西1 7にある歴史的建造物。もともとは、サラクララスミスが創立した北西女学校の宣教師館として建てられたもの。設計は、ツイス人建築家のマックス・ヒンデルが手掛けた。札幌。 ふるさと文化百選の一つであり、国の登録有形文化財に登録されている。マックス・ヒンデルにより1926年春工。総面積175平方メートル。雪が落ちやすい、急勾配の屋根、南側に大きな窓を配置した最高の工夫、途端で防寒処理をした外壁など、ヒンデルの特徴が随所に見られる。女性宣教師が滞在する住居として、 原始基地内の南側に建てられていた。1989年、学校法人北西学園100周年を記念して、中庭の中央に移転、建設当時の姿に修復されている。1998年9月2日に、国の登録有形文化財に登録された。2005年3月に、都市景観重要建築物等指定。 北西学園女子中学高等学校の敷地内にあり、4月から10月にかけ日時限定で公開。カボチャ館で知られている。ありがとうございます。